まあ、世界で一番飲まれているカクテルというのは、まあ、ジントニックと言われております。日本でですね、一番有名なカクテルといえば何かと言いましたら、はい、こちらカシスでございますね。カシスオレンジでございます。はい、これはもう揺るぎない事実かなと思います。今回はですね、家でもできるものすごく美味しいカシスオレンジの追加だというのを、皆さんにご提供したいと思います。この動画をですね、最後まで見ていただければ、今日からですね、お店よりも美味しいカシスオレンジがお家で作れるようになります。で、まあ、そのためにですね、グラスの剪定、氷の剪定、あとですね、使うカシスのリキュールですね、あとは果物の絞り方とかいろいろやってみたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。あなたもカシスオレンジマスターとして飲み会の場で人気者になりましょう。では始めていきましょう。ではまずですね、カシスオレンジでございます。前回のカシスソーダ編をまた見てもらいたいんですけども、見てない方のためにですね、カシスおすすめのカシスがございます。必ずカスリキュールを買うときはこちらですね、このルジェの下にあるこのクレームドですね、クレームドと書かれているものを必ず使いましょう。クレームドっていうのは、まあ、甘さが保証されているような感じですね。スーパーとかでみかんとかがね、糖度何度以上みたいなこと書いてますけども、1リットル中ですね、カスでしたら 400g の糖が使われているということで、まあ、必ず甘いという品質の保持です。このクレームドっていうのがないのと、ちょっとスカスカのカスの可能性があるものを使うのはやめておきましょう。まあ、これは前回のカスソーダの復習でございます。家飲み用としてはこちらカスでよろしいかなと思います。で、まあ、そういった時ですね、オレンジジュースが結構困るかなと思うんですけど、皆さん結構ですね、スーパーとかで、オレンジジュース買うと思います。まあ、大体パック1リットルで100円とか120円かな。安かったら98円とかあると思うんですけど、まあ、ちょっとああいうのはですね、あんまり美味しくないです。まあ、海外の輸入のですね、まあ、アメリカとかでガチガチ作られたやつとか、アメリカの果物とかですね、使っているので、正直ですね、まあ、人工的な甘さがあるかなっていうのは僕は非常に思います。100% じゃなかったりね、とりあえずもう 100% じゃないかです、オレンジは。まず美味しくないので、必ず 100% のものを使いましょう。で、できれば国産というところで、まあ、そのこと言われてもですね、わかんないと思いますので、安価のおすすめのオレンジジュースをご紹介したいと思います。ではね、こちらでございますね。はい、お値段的にも大体1リットルで200円超えるぐらいです。国産でございます。熊本県の果実農業組合さんというところが、こちらをお出ししてます。まあ、ストレートではなく濃縮還元なんですけども、要は全て国産で、オレンジにあとポンカンをブレンドしております。その中にスッキリさもありまして、絶妙でございます。これはね、僕が修行時代にも使っておりましたし、ホテルのバーとかでも使われております。当店のですね、飲み放題の時とか普通のカシスオレンジというのは、こちらのルージェクレームドにこちらのオレンジジュースを使っております。では作っていきたいものと思います。グラスなんですけども、カシスオレンジっていうと大体こういった寸胴のグラスだって、こういった細いグラスっていうのがあると思うんですけども、当店ではですね、こちらの大きめのワイングラスを使っております。まあ、なんでかって言いますとですね、混ぜやすさですね。前回もご説明したんですけども、カシスというのはですね、どうしても糖度が高いので重いんですね。なのでこうやって混ぜた時に混ざりにくいです。ガシガシやってしまうのでなかなか混ざらないですね。そういった時にですね、こういったグラスですとなかなか氷が入ってしまうと混ざるの時間がかかりますし、氷が冷めると溶けてしまうんですね。ワイングラスですと混ぜやすいんですね。はい、なのでワイングラスを使っております。あと香りですね。カシスは、後から生搾りの、当店でお出ししている生搾りのオレンジジュースも作るんですけども、生搾りだと特にですけども、香りが高いですね。でカシスの甘い香りとフレッシュなオレンジの香りで、匂いだけでもね、すごくハッとなります。その時にやっぱこういったグラスですと、やっぱ口が狭いので香りがそこまでいかないんですね。でこちらですと、ちょっとこう買うときにも、まあ、ワインと一緒ですね、香りがすごくきますので、ワイングラスを使っております。まあ、見た目的にもですね、綺麗ですし、ワイングラスをお勧めしております。ワイングラスなんかお家にないよっていう方もいらっしゃると思うんですけども、マブリにはないんですけど、IKEA さんがありまして、 IKEA さんのワイングラスはですね、非常にめちゃくちゃ優秀です。普通だと700円800円ぐらいのクラスのするワイングラスが本当に200、300円、まあ、ちょっと今値上げしてるかもしれないんですけど、確かね、300円ぐらいで買えた気がします。ではこのやつ作っていきましょう。まず、氷の方から入れていきます。これは必ず二飲みの場合もですね、カチャリ氷、コンビニの方で、6回数買ってきてください。宅飲みなんで、手で入れていきます。ゲストの方の氷を入れるときは、ひとトンクを使いましょう。ではですね、こちらにまずカシスを入れていきます。まあ、30ミリ、これで大丈夫でございます。はい。この時ですね、まあ、できれば、氷を避けるように入れてください。で、入れましたらですね、軽く振ってですね、入れていきます。この時もできれば氷を避ける。ここまでにいっぱい入れたいと思ったらですね、まず半分のところでカシスソーダのように混ぜましょう。こういったスプーンがね、100均に売ってますので、別にこういったスプーンでもいいです。まあ、じゃあ今回ちょっと家飲み用なんで、こちらでやってみましょう。下の方まで入れていただいてですね、下から上に一回混ぜます。この時に氷がガシャガシャ言わないように混ぜます。こういった感じで 下のカシスをですね、上に上げるんですね。はい、で半分までも混ざったら、この時にある程度混ぜておいて、残りの分を注ぎます。そして、もう一回氷がぶつからないようにくるくると混ぜていきます。おいしい。はい、おいしいですね。はい、でこちら出来上がりでございます。
で、もしちょっと余裕がありましたらですね、デコレーションの方やっていきましょう。で、先生、オレンジですね、買っていただいてですね、輪切りにしていきます。こういった感じですね、輪切りにしていきます。で、輪切りにしたものをお客さんに向けて、縦に入れていきます。これだけでもだいぶ雰囲気が変わってきます。どうでしょう。こういった感じで、丸持ったものをこのまま氷と氷の間にスッと埋めます。ミントですね、スペアミントでよろしいかと思います。スーパーでスペアミント売ってますので、適度なこれぐらいの大きさに切っていただいて上に飾ります。でですね、ミントがもし元気ない場合はちょっと、水にちょっとさらしてから使ってください。どうでしょうか。非常にちょっとおしゃれな感じのカシスオレンジでございますね。これちょっとですね、普通の例えばですね、こういったグラスとか出したりとか、家のグラスで出すよりはちょっとですね、特別感のあるカシスオレンジができたんじゃないでしょうか。はい、はい、では続きましてですね、生のオレンジジュースでカシスオレンジを作っていきたいと思います。まずですね、こちらのオレンジをですね、こちらオーストラリア産のものでございます。無農薬でございます。はい、こちらをですね、半分に切ります。って感じですね。はい、こちらジュースの絞り器ですね。これ 100均のやつなんですけど、これをすごい使います。まあプラスチックで洗いやすいのでですね、果物を絞るときなんですけども、結構この取っ手があるので、ここにこうギュギュギュってやってやると、やって果汁をたくさん出そうと思うかもしれないですけども、これはちょっと間違いでございまして、そうしまうとこういった白いところのですね、苦み、えぐみが出てしまいますので、これはもうね、置くだけで大丈夫です。はい、置くだけで周りからゆっくり絞っていきます。やるとこういう風な感じで、中の線、この白いところが残ってですね、身だけ潰れるような感じになります。はい、ということで絞り切りました。結構な量になりましたね。はい、見えないわはい、じゃあこちらで作っていきたいと思います。はい、じゃあ、今日はですね、2杯目ですので、当店のですね、お店でお出ししております生搾りカシスオレンジをお出ししたいと思います。究極のって言ってますので、カシスはこちら究極のカシス、マリーフランボワーズでございます。マリーフランボワーズはですね、ブルゴニュ地方のもう限られた丘からですね、摘み取られて冷凍してまいです。生で白ワインに漬け込んだものですね。スピーツではなく白ワインに漬け込むことによって、アルコール臭がまずない、非常にクリアなワインのような甘みのある、最高級のカシスでございます。ものすごい高いですし、冷蔵保管も必要です。保存量も使ってないので3ヶ月以内飲まないといけないという制約がありますが、味はもう抜群でございます。まあ、当店の大人気でございますね。それの場合はしなくていいんですけども、お店とかですと一回ここですね、カシスと氷をなじませます。先ほど絞った生のオレンジジュースを入れていきます。こちらが当店でお出ししております究極のカシスオレンジでございます。はい、じゃあでもですね、めんどくせえわそんなカシスなんてね、でもそこオレンジ絞るのめんどくさいわっていう方ですね、ちょっと今日ですね、地元の愛媛のですね、玉摘みかん、こちらですね、初物が出ておりました。黒糖があって甘みがありました。まあ愛媛県といえばね、みかん王国でございますから、そちらが誇るこのみかんですね。まあ、みかんで今日はちょっとカシスオレンジ作っていきたいと思います。まあ、みかんですとこれからの季節、冬はまあこたつにありますしね。ちょっと喉乾いたなって時にカシスが横にあってみかんがあったらぜひ作ってもらいたいです。すごく美味しいです。こちら絞っていきます。ちょっとね、せっかくなんですと先ほど丸ゴリ作ったのでこの丸ゴリで作っていきたいと思います。あ、いいですね。みかんもですね、非常にフレッシュジュースは、結構ですね、果物冷やしてたとしても結構ぬるくなって、絞ってる間にぬる常温に持ってきてたりするので、氷の取り扱いには気をつけましょう。まあ、ぬるくなって氷が溶けやすくなってしまうので、こういうふうにですね、輪っかのところにこうやって切れ目を入れて、こうやって、グラスのところに、ね、挟んであげるのもちょっとおしゃれでございます。ちょっと飲みづらいからね、やらないんですけど、まあ、どっちも飲みづらいんで。はい、いかがでしょうか。丸氷とみかんのカシスオレンジでございます。はい、今日はこちらの3タイプ飲んでいきたいと思います。お疲れ様でした。じゃあ今日は早速飲んでいきたいと思います。ではまずこちらが最初のですね、こちらのジュジェクレームのカシスですね。まあドン・キホーテで1000円ぐらいのカシスでございますと、先ほどのおすすめの熊本県のですね、オレンジジュース 100% こちらで作ったカシスオレンジ、スタンダードのカシスでございます。ではいただきます。あ、美味しいです。やっぱね、飲む前にやっぱワイングラスなので香りがスッと入って、あ、美味しいですね。あ、うまっ。でね、カシスオレンジって甘すぎると思うじゃないですか。結構なんかもう甘くてそんなもん女の飲み物だって思う方いらっしゃると思うんですけども、こちらのオレンジですから、さっきも言ったようにモカが入ってまして、
甘さの中にもこう爽やかさが、後味がすごいさっぱりしてます。なんで結構好まれるんですね。なんで、まあ、フレッシュオレンジジュースに似たオレンジジュースでございますね。生搾りに似た味がします。はい、これ飲むとね、このカストレージイコール甘ったるいっていう概念が結構吹き飛ばされます。こうやってワイングラスだと特別感もありますしね。はい、じゃあこちらですね、最強のこちらマリーフランボワーズ、私は大好きなマリーフランボワーズを作った生フレッシュオレンジジュースですね。香りがやっぱね、フレッシュはいいですね。めちゃくちゃ美味しいよこれ。チョコレ、まあ思った通り、まあと思ったというか、まあ、あのお店で出してるので、僕あの研究に研究重ねてるんですけども、どうしてもこちらのですね、マリーフランボワーズがですね、先ほどの回数に比べると糖度がですね、大体 1.5 倍ぐらいあります。同じ分量でも甘さがかなり出ますね。ただこちらカシソーダにも似てるんですけども、でこれとこちら合わせるとちょっと甘いんですね。なんでさっきも言ったように 生絞りですね、ちょっと若干えぐみを出す、ちょっと苦みも出すような感じで絞ります。はい、甘さとその渋みの掛け算で非常に美味しくなります。まあ、ちょっとこの辺はですね、絞り方とか、ちょっと調節が必要なので、ちょっとお道ではなかなか難しいかもしれないんですけども、まあ、これは贅沢ですね。最高に美味しいです。はい、今日、デモ、初物ですね、地物のみかんのカシソーダでございます。あーうんまつぶつぶみかんってあの缶に入ったやつしてますね、ジュース。あれのフレッシュバージョンです。もうみかんのつぶつぶがもうめちゃくちゃ満載です。ちょっと見てわかるかな。いや、これめちゃくちゃ、これめちゃくちゃおすすめです。まあみかん自体ちょっと高いやつでいいやつなんですけど、おうちにもしかしてあって横にですね、みかん、まああのこたつの上にみかんがあったらですね、冬とかね、切ってちゃってみてください、これ。これ100均で買えますし、はい、ということでね、スタッフがちょっとね、飲ませろって待ってるんで、ちょっとこれね、僕一口飲んで、ちょっと僕ちょっと今ね、ダイエットしてますんで、ちょっと味見ぐらいにして、ちょっと後でみんなでカシソレンジパーティーをするってことで、皆さん待ってますのでね、提供して、いや、これ美味しいよ、本当に。このみかん最高に美味しいです、本当に。みかんのカシソレンジはやばいです。なので、ぜひ試してください。これね、絶品でございます。いや、ものすごく美味しかったです。はい、これから冬の時期にご提供しますので、お楽しみくださいというところですね。はい、ぜひご覧いただきくださいませ。はい、ということでですね、今日は酒塾カシスオレンジバージョンでございました。楽しんでいただけましたでしょうか。できればですね、チャンネル登録か高評価ボタンを押していただけると、すごい励みになります。2日に1回、8時に投稿しております。ぜひご覧くださいませ。では、さようなら。バイバイ。